シュバルツルード自由州は、1918年11月のドイツ革命で、シュバルツルード公国の君主制が廃止されて成立した、ドイツ国の自由州である。1920年5月1日に、他のチューリンゲ原諸法6州と合法して、チューリンゲ原州となった。ドイツ革命により、君主制廃止の嵐が吹き荒れる中、1918年11月23日には、 シュバルツブルクルードルシュタット公ギュンター・ビクトルも退位した。ギュンター・ビクトルはその2日後には君主制廃止に係る憲法改正を行う法律に署名した。これにより公国は自由州に移行した。1912年に選出されていた衆議会で過半数を占めていた社会民主党が権力以上で主導権を握った。11月23日には 衆議会が国務大臣、フランツ・フライ・ヘア・ホンデ・アレッケ、スーミツ密院議員、リハル・トベルナー、国家参議会議員、フリードリ・ヒビスマンを留任させ、さらに社会民主党のエミール・ハルトマンを長とし、同じく社会民主党のエルン・ストットとアルベルト・ショール、民主党のオスカー・ヘルテルをメンバーとする州務省を選出した。12月8日には新しい選挙法を制定し、 自由衆議会選挙を1919 19年3月16日に実施することを決定した。自由衆議会選挙では社会民主党が再び絶対多数を獲得した。5月23日には新たな州政府が発足したが、フォンデ列レはケは退いた。同日には駐林元諸法の中で最初に駐林元州への学校に参加することが衆議会で承認された。 1920年5月1日に他の中林原処方6州と合法して中林原州となり、シュバルツルード自由州は主権国家としては消滅した。1920年12月9日の移行期間における旧中林原処法の管理に関する法律で州政府は地区代表と地区政府に再編され、さらに1923年4月1日には移行期間が終了して、 地区政府も解体された。1918年11月22日に、ギュンター・ビクトル港と、衆議会の間で範囲に伴う保障が合意された。22,600ヘクタールの所領やルードル・シュタットの、コインコレクション、シュバルツブルク城の兵器庫の武器コレクションの所有権は、州に移された。一方で、ギュンター・ビクトル校には十五万マルクの生涯年金と、シュバルツブルク城、 ラーツフェルト狩猟館及びハイデクスブルク城の部屋の使用権、さらにはシュバルツブルクの森での狩猟権とシュバルツア側での漁業権が認められた。ありがとうございます。